ハローレストラン。今回はサンフランシスコダウンタウン日光ホテルのちょうど東隣にありますタントに来ております。黄色地に黒抜きでタント、こちらが目印です。では早速中の方に入ってみましょう。こんにちは。サンノゼ店に次いで今年2月サンフランシスコダウンタウンに待望の2号店をオープンした異色酒屋タント。店内に入るとまず目につくのが日本の屋台を思わせるようなカウンター。一人でも気軽に来れるような雰囲気の店にしたかったと語るのはオーナーシェフ三村隆三さん。タントのメニューにはどういったものがあるんですか？まあ、お魚中心で、あとはまあ普通の居酒屋さんのメニューで、あとあの本日のおすすめでいろんなお魚を調理しますけど、でお客さんの要望で、まあ例えばキンキでしたら揚げるとか焼くとか煮るとか。日本から取り寄せている魚介類も数多くあり、アメリカではあまり目にすることのない魚を味わうことができるのもタントの魅力の一つです。このタントが今回紹介する料理はこちら、ライブホタテのサラダ。色鮮やかなキュウリソースで食べるこの一品、ホタテの甘みとキュウリ独特の苦みがうまくマッチしたさっぱりとしたサラダです。続いてはサンフランシスコ近海で採れた新鮮なアワビをソテーし、ガーリック、キノコ、ネギなどを添えて香りよく仕上げたアワビのステーキ。持ち味を 100% 生かされたアワビをウニソース、またはアワビの肝ソースにつけて食べる贅沢な一品です。そして最後の一品は、焼いたお頭付きの鯛の中におこげを入れ、その上からだし汁をかけてお茶漬け風に食べるタント自慢の料理、鯛の南蛮蒸し。魚の旨みが凝縮されただし汁、香ばしいおこげ、ネギ、そして鯛の組み合わせはタントならではの味。 2,3 人でシェアできるほどボリュームも満点です。美味しいものをたーんとたくさん食べてもらいたいというオーナーの気持ちからつけられた店名の通り、日本酒をはじめとするアルコール類、そして居酒屋メニューがたーんと数多く揃う異色酒屋タント。タントは月曜日から土曜日夜10時半まで営業。サンフランシスコダウンタウン日光ホテル東側120シリルマグニンストリート。詳しくは東京テレビのホームページをご覧ください。 TTB ハローレストラン、今回はタントをご紹介しました。